まあ、マネちゃん頑張ってください。これからもなんか素敵な人が見つかるといいですね。ホロライブデバイス噛んだ。ホロライブデバイスリグロスの一条リリカだよー。コンリリーホロライブデバイスバババ。誰だよホロライブデバイスって言いにくい名前つけたの、許せねえよ。溺れちゃったよ、加湿器のせいか。 100% 湿度 100% の加湿器のせいかもしれんわ。コンリリーでーす。つい先日、まあ、スタジオに行く、あれがありまして、用事がありまして、で、マネちゃんと、まあ、会って話したんだけど、その時に、マネちゃんがキレてた話をしたいと思うんですけど、なんか、リリカよくマネージャーの話するじゃん。マネちゃんがね、って、そう、いろんな話するんだけど、あ、違う、キレてたのはリリカにじゃないよ。そう、リリカにではないんだけど、何したの？いや、リリカじゃねえって。なんでマネちゃんが切れてたら全部リリカのせいなんだよ。んなことないだろ。どっちかっていうと、ま、もしかしたら YouTube の秘書見習いくん、秘書見習いちゃんかもしれない。そう、仲良くしてる。やっちまってない、やっちまってない。リリカなんもやっちまってない。いや、ま、前科はある。うん。前科はある。で、なんか、いや、リリーが聞いてよって言われて、そう。え、なんすかって、何ですかって言ったら、なんか、マネちゃんが、こう、まあ、リリカのこのホロライブデバイスリグロスって、いわゆるプロデューサーちゃんがいるんですよ。プロデューサーちゃんが。ちなみにそのプロデューサーちゃん超美少女で、リグロスの中で、もう、すげえ、可愛い女だって噂になってるんですけど。で、なんかプロデューサーちゃんが結構いろいろ、まあ、リグロスの評判どうかなとか、結構エゴサしてるらしくて。で、その中で、なんか、リリカのマネージャーが、なんか、男なんじゃないかみたいなのを書いてた人がいたんだって。で、なんかそれに、理由が添えられたらしくて。なんか、リリカのマネージャーさんは、働き方とか、働いてる時間とか、こんなの、男じゃなきゃありえないみたいな、ことを、そう、書かれてたらしくて、で、書かれてたんですよーって、プロデューサーちゃんが、マネちゃんに言ったら、うるせえつって、女だけどなんか文句あんのかつって。ちなみに、リリカのマネちゃんは、絶賛彼氏募集中です。誰のせいで今季逃してると思ってんだよって言ってね、ぶち切れてました。こんなでっかい子供がいたらな、こういう働き方をするしかねえんだよって言ってね、そう。って言ってたの。だからもうやばーっつって、いや、人のせいにしないでくださいよって言っといたんだけど、そう。で、その時に、ま、リリカも調子乗って、いや、そうですよね。マネちゃんが男だったら、リリカのこと大好きになっちゃいますもんね。って言ったら、大好きになるわけねえだろ、こんな手のかかる女とか言って、逆ギレされ。なんでリリカまで飛び火してんの？おかしいだろ、好きになるだろ、好きになれや。な、誰がでっかい子供じゃ。手がかかるって言うの。謝ってとか、頑張れ、マネちゃん。許せないわ。もう付き合っちゃうよ。なんでだよ。なんでだよ。そう。って、マネちゃんが怒り狂ってましたので、はい。ま、マネちゃん、頑張ってください。これからも。なんか素敵な人が見つかるといいですね。まあね、面倒見がいいから、リリカもマネちゃんが、マネちゃんがちょっと、なんかね、結婚とかして、リリカの面倒を見てくれなくなったら困るんですけどね。ずっと、リリカのことよちよちしといてほしいなとは、思っております。大丈夫だよね、怒られてないよね、マネちゃんから連絡来てないよね。あ、大丈夫だった。よかったよかった。
怒りの連絡が来てたらどうしようかと思いました。聞くよ。どうした？わからない。なんで？そんなはずない。いや、やだよ、やめて、うるさい、違う。